どうも、ナオティベイです。駒技検定4段、灯籠解説をしてまいります。灯籠はこんな感じで回っている駒を親指の上に乗せるという技でございます。今回紹介する灯籠は4通りのやり方があります。1つ目は水平に回すやり方、2つ目は指で挟むやり方、3つ目は指に乗せるやり方、4つ目、最後は紐に乗せるやり方です。今回の動画ではこの4つのやり方すべてを紹介していきますので、自分に合ったやり方を探しながら見てみてください。それではどうぞ。はい、1つ目のやり方、水平に回す灯籠です。ご覧ください。はい、やり方です。手のひらに乗った駒を浮かせたら、人差し指を当てに行ってください。こんな感じですね。人差し指が当たっています。そしてそのまま横に大きく払ってください。この時点で見えてないですが、親指が駒に触れています。そして元の位置に戻って、安定したら人差し指を離して終わりです。はい、目線から見ていきましょう。つばめ返しで手のひらに駒が乗ったら浮かせて、人差し指を当てに行くんですね。で、この時に駒が体から十分に離れているのを確認してください。人差し指を当てたら払います。大きく払ってください。払った先で親指を下に敷きます。元の位置に戻ってきて、親指の上で駒が落ち着いたら、そっと人差し指を離して終わりです。はい、2つ目のやり方、指で挟む灯籠をご覧ください。指で挟む灯籠は左手に駒が乗っている状態からスタートしてください。人差し指と中指で駒を軽く挟んで持ち上げます。この時にしっかり挟むのではなくて、指2つの上に駒を乗せる感じでいってください。素早く親指を当てに行きます。そして親指の上で安定してきたら、そっと2本の指を離してください。それでは目線からご覧ください。続きまして、指に乗せるやり方です。さあ、まずは水車回しから入りましょう。宙に浮いた駒は人差し指で引っ掛けるようにして取ってください。横になって乗っている駒は何もしなくても回転していくんですね。なので自分もその回転に合わせて回りながら技をやってください。はい、ここで親指を当てます。人差し指と親指で駒を挟むと、摩擦の力が働いて駒が起き上がります。落ち着いたら人差し指を離してください。それでは目線からどうぞ。はい、最後ですね、紐に乗せる灯籠をご覧ください。はい、紐乗せから入ります。紐乗せが得意な方、ぜひこのやり方でやってみてください。そうしましたら、先ほどと同じで人差し指と親指で駒を挟むと、摩擦の力が働いて駒が起き上がるんですね。で、落ち着いたら人差し指を離します。それでは目線からご覧ください。はい、お疲れ様でした。駒技検定4段、灯籠ご覧いただきありがとうございました。ナオティでした。